三つ大吉のお目覚めラジオどうも牛三つ時を超えました午前三時皆さんいかがお過ごしでしょうか関西の皆様私が三つマングローブでございます本当に珍しいことでねこの関西大阪 MBS のラジオで私が番組をやるというのはほぼ初めてのことなんですけれども、えー、この番組はですね横浜生まれでそのロンドン育ちの私 <laughs> 三つマングローブが えまあほぼそうね縁もゆかりもないこの大阪茶屋町 MBS ラジオからお届けする深夜ラジオということで27時27時夜中の3時こんな時間にラジオをやるのも初めてな気がしますね。だいたいねあのこういうおカってねだいたいこの時間がいわゆる活動時間のゴールデンタイムなはずなんですけど。 メディアに出させられる時っていうのはね大体ね朝とか昼とかねそういうこう健全なところにわざと放り込んで違和感を楽しむっていうのが多分こう世間の醍醐味なんだろうなと思うんですが初めての深夜ラジオ今日は楽しくやっていこうと思うんですけれども、えー、パートナーがいらっしゃいますこちらの方でございます NBS アナウンサーの大吉翔平です皆さんよろしくお願いしますどうもよろしくお願いしますこんな感じでいいのかしら <laughs> 朝の深夜の,その声のトンって私分かんないわいや私もだからこの時間帯のラジオでお話しするのってアナウンサー15年やってるんですけど初めてです、うん、だよね3時3時の番組にわざわざ東京からタレント呼ぶかって思うんだけど <laughs> ありがとうございますいえいえいもうお誘いいただきましてね私がもうミッツさんともう絶対ラジオやりたいっていうのをこれ9回なんですけどね MBS、うん、でラジオがもう言いまくっててはい、はい、あまそうなん言いまくってたら 実現ししててめちゃくちゃゃくく嬉思ってます、うん、いやー楽しみですけど本当に、うん、ねまさかこんなに深い時間になるとは3時 <laughs> でも今あのラジコでね、うんうん、皆さん好きな時間帯に好きな場所から聞いたりもされてるから、うん、まあ3時なんだけどもしかしたらこれを違う時間帯でお昼で聞いてらっしゃる方もいるかもしれないそうよねでもえ夜中の3時って何してるいつも寝てない時は、うん、大体自分のうまくいったオンエア見ながら、うん、ワインとか飲んで、うん なんかニヤニヤしてますあ、そうなの自分のそういうもの見るんだあ、私全部見ますねへ、えー、好きなの好きですね自分が自分好きですねあいいですね <laughs> 真逆だわね私とはねなんでビッツさ自分のことお好きじゃないですか基本的に見ない、見返さない、ね、あ、オンエアも、うん、要はよほどちょっとこう自分が少しこう制作とかに関わって、はい、どうなったかなっていうのを 確認するぐらいはあれだけど、はい、あっそうなんですね、うん、基本変えちゃう,ちゃうこの間だからあの中居正広さんと千原ジュニアさんとミッツさんが出てた番組あって、はい、僕がそれリアルタイムで見ながら、はあ、いやーあの TRF さんが<あ>上沼さんが紹介した「紅白」のとかいう話面白かったですって聞たら「<laughs> あー今日だっけ」っあ見てないんだこういうの見てないよそんなのあんな大きな番組」って思いましたもん,んで私ね生放送が多いのよ そういうワイドショー系も含めてうん、うん、だからそれはもう絶対見れないですね自分はそうか、うん、で収録ものはそんなに気にしてもいないからねミッツさんとそもそも私が出会ったのは結構まだ最近でナジャさんの番組で<は>ラジオの番組でミッツさんが僕の名前を知ってくれてるっていうか出されたたシーンがあったんですよナジャさんが毎週やってる「レッツゴフライデー、はい、レッツゴサタではい。 あの番組は、まあ、東京でいつもラジオとか YouTube 通していてたんであそうなんですねでも毎週 MBS のアナウンサーがこうとっかひっかり出てきて「ナジャジャジャーナルよ」っていうコーナーをやってたじゃないですかそうなんですよそれ,それで結構覚えてでいやだそれでびっくりして、うん、ミッツさんとお会いしたことなかったし、うん、ましてや東京在住の方が MBS のアナウンサーのことを知ってるいやでも大吉君はその中でもその、うん、まあローカル局だけど、はい あの首都圏でも顔は知られてる方なんじゃないの？<laughs> なんで <laughs> そんなことないでしょう。でも私知ってたよ。ええー。その何をやってる人かどどの番組に出てる人かっていうのはわかんないけど、はい、なんとなくこういっぱい全国にいるいろんなこう地方局のアナウンサーまわして中で本当、はい、知ってたけどね。 で僕がナジャさんに、うん、えなんでミッツさん僕のこと知ってるんですかって聞いたら「うん、いやー分からん」「なんか MBS のアナウンサーのことをよう知ってんねん」っておっしゃって「うん、えいつかなんかご挨拶したいです」ってずっと言ってたらなんかのドラッグの皆さんのイベントの打ち上げかなんかに呼んでいただいてドラッグクイーンばーっかりの中に僕が一人入ってお会いしたのが初めてあの店でねそうです大阪のの町の、はい そうか。いやでも、うんななんで、なんで大吉君だったんだ最初に聞いたのがね「そのレッツゴーフライデーに」に、はい、離婚直後に来ててすごいハイテンションでぶわっと喋ってて多分こう、そういう,こうなんて言うんてうう、だろ離婚ハイみたいなのがあるのかなと思って。離婚ハイ <laughs> 離婚しましたっていうのをテレビで自分が当時やってた番組の中で言って、うん、その本当に直後にナジャさんの番組出て、うん、で離婚した話をしまくってた時ですねそうだよね今から34、うん、年ぐらい前、ね、3年ぐらい前ですね,ねそうあれで聞いては面白いすごい「縦板に水」っていうんですか <laughs> よどみないあのワードチョイスとかさまあちょっと精神状態おかしかったんでしょうねあの時に <laughs> 思ったそれは <laughs> こいつはおかしいぞと。 <laughs> だから三津さんに初めてお会いして、うん、そのドラッグの皆さんとご飯食べてるところもご一緒して、うん、思い出したそうだそれでナジャさんに電話して、ねはい、だからその離婚直後のそのレッフライデーを聞いたのは、うん、その放送から2年後ぐらいだったんですあ、そんな経ってからだったんですか経ってからの過去の分を聞いてて、はいええ、あ、こんな面白い人なんだと思ってナジャさんに電話してあの前のその赤い棒聞いたんだけどあの大吉洋平って人は ちょっとおか私一番まともなえっって言った。な一番まともにニュースやってるすごい優等生やでって言うから見る目ないななじゃさんっつってあれはあれはすごいぞって言ってそれで合わせてって言ったんだああしいですで何度かミッツさんが大阪来られるタイミングでちょくちょく合わせていただいててで前どっか他の MBS の番組で「 ただ、大吉翔平は会えば会うほど性的興味はなくなっていくわね。とおっしゃってましたね。そうだね。そんなにもともとね。性的興味で入った人ではないのよ。<laughs> あ、そうなんですね。うん、でもそういうシュッとした顔してるし。いえいえ 目と眉毛離れてるしさ <laughs> 目と眉毛離れてるってどういうポイントなんですかこんなに目と眉毛が離れてる人って私ね、はい、南美子さん以来の、ね、<laughs> ちょっと待ってパッと顔が浮かぶない。なん,なんていうんだろう昔テレ朝のアナウンサーだった人がな、はい、多分古田さんとかと同じぐらいの時期でその後もう深夜テレビの女王って言われてる人で とににかくく眉毛を上人なのよ目と眉毛がすごい離れてるとやらしく見えるんだよねエローく見えるわけよ男でも女でも。で目の近くに眉毛がシュッとなるとまあ真面目な凛々しい感じに見えるんだけどもともとすごい離れてるじゃんおいしくって。あんまり意識したことなかった。でも自分の方向性としてはアジア人って眉と目が結構離れてる。 でしょで西洋風の顔立ちの人って眉毛とこの目の間がすごい狭いじゃないですかでもまぶたもがっつりあるからねですよねだからテレビとか出る時はメイクさんに眉毛はできるだけ下に書いてください西洋風の顔立ちになりたいからサングラスとかちょっとファッションの一部としてかける時もサングラスから眉毛が出てるとすごくアジアっぽいけどあれが隠れてると非常に西洋風な顔立ちになると思ってるから割とデカめのサングラスを夏とかかけてるんですけどあそうなんだはい じゃあその自分が目と前が離れてるってことはもうちゃんと自覚はしてるわけですねしてるのかもできるだけ下にしてだからすごいこうとっぽい顔っていうかさエロい顔ではあるんでそこは思ったんだけどあって別にそういう発情するタイプの男じゃないなっていういよどういうタイプに発情するんですか例えばもうちょっと選択肢が狭くて申し訳ないけどうちのアナウンサーだったらばとかもしくは全国的に見て他のアナウンサーでもいいんですう 語彙力の低い男が好きですね私は <laughs> あんた1位言うともう2時ぐらい帰ってくるじゃない <laughs> あなるほどね、うん、なるほどなるほどじゃあ関西人じゃないのかなもしかしたら三津さんいや関西人でも、うん、全然そんなこうそうですねみたいな人いるじゃんイエーイみたいなさ、うん、まあうちで言うただ光く君とかね語彙力低いしなんかあの本当にワンパターンのキャッチボールですけどね 若さがまだね溢れててね、ええ、で野球やってましたみたいな、はい、ああいうタイプドストレートばっかり投げるタイプですからそうだねだからアナウンサーは基本的に私すごい好きなんだけどだ男性アナウンサーって、うん、いろんな意味で生物としてすごく面白いなってアナウンサーなんかご興味ある感じがしますよねいつもお話聞いてると何、うん、だろうねアナウンサーの血がちょっと入ってる血入ってるんだよね私もねそ,それはね徳光さんだそう、うん、なんだけど、まあ、特にこう80年代以降の アナウンサーっていうのは、こう見た目も綺麗じゃん。ああ<ー>、それ、それ以前のアナウンサーって、本当に今見返すとびっくりするよね。<laughs> まあ、やっぱり髪型いいのみたいなのとかさ、どっちかっていうと、アナウンサーの主戦場ってラジオだった時代があって、うん、テレビっていうのは芸人さんであったりとか、うん、そういうそのしゃべりの。まあプロ、うん、パフォーマーのプロがやるものに、どんどん局穴が入っていったっていう歴史背景がありますよね。うん、まあ、だから、そのアナウンサーの。まあ見た目もそうだけど、その。 リズメで来るようなところとかもめんどくさいなと思うわけよどんどんのアナウンサーを見ててもやっぱり<ー>ででそれでいてすごくやっぱり曲を背負ってるわけだから、はい、優等生でなければいけないわけじゃない、うん、その普通のタレントだったり芸人とかとまあ違ってね、はい、でもそれも嘘に決まってるわけじゃない社会人としての顔っていうものを持ってるわけじゃないで,まあでもそうですね、うん、だかそこもすごくこう、うん なんだいじらしくて面白いんだよね、うん、やっぱりラジオでもテレビでも、うん、皆さんが放送のルールから逸脱するようなことを言いかけた時に、うん、その軌道修正をするのが局アナの役割だから、うん、テレビっていう箱の中で一番常識人でなくちゃいけない、うん、一番優等生じゃなくちゃいけないっていう仕事なんですよね、うんうん、でもおっしゃる通り蓋を開けたら、うん、そんんななわけないんですよ、うん、あの社会不適合者みたいな人ばっかりですね社会不適合者あとね何んつうんだろうな。 おこがましい人がが多いいね <laughs> おこがましい人、うん、男子も女子も、うん、特に平成以降は,はい、はい、みんな要は花形なわけですよ学生時代から<ー>基本的に顔も綺麗だし見た目いいしで賢いわけじゃんそうするとまあいいところのこうグループにいた子たちなわけですよ学内ヘイラルキーみたいなところでいうと割と上位にいた特に女子はそうかもしれないですね 男子もそうだと思うよそれだって運動部多いじゃん最近 <laughs> 僕全然底辺ですよ本当運動音痴だし勉強できないや,やってましたけど中学の時は陸上部入ってましたけど<ー>走るの遅いし、うん、嫌いだったしんか友達が入ったから入ったみたいな感じでだからずっと棒高跳びの棒を振りまして遊ぶとかあの、うん、幅跳びとかあ<ー>高跳びの,あのふわふわするクッションの上で、うん あのジャニーズみたいにみんなでバクテの練習しようとか,なんかそういうレベルの陸上部だったんで運動できないし勉強も全然できなかったしもうなんかただペラ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 喋ってるタイプでしたアナウンサー以外にな,んかなろうと思ったものないのいやアナウンサーずっとアナウンサーです<あ>なりたかったのは中学生の時からでもテレビに出たかったわけでしょテレビ出たかったですそこなんですよアナウンサーって面白いのが <laughs> テレビに出たい人たちなんですよあの人たちってえー、例えばお 漫才をやりたいとかそのコントをやりたいとかうん何かを人を表せたい、はい、まあそれって原点は舞台なわけじゃんそうです、ね、人前は人前だけど舞台なわけじゃん、うん、でミュージシャンももちろん人前で歌ったり楽器弾いたりとかそういう人たちなわけじゃんでそういう人たちが結果的にテレビに出てるっていう状況だからああ実は最初から別にテレビに出るために 漫才始めたり歌を歌をいいいいいい人っていうううののはそんんなにいななととと思思よねほどでもアナウンサーっていうのは最初からテレビに出たい人たちの集まりなわけよ。なんかちょっと恥ずかしい恥ずかしいでしょ恥ずかしいでしょって言われてもっと恥ずかしいなんか丸裸にされてる感じがしてでも、うん、そうそうあのだこの人たちは野球に打ち込みながらサッカーに打ち込みながら、はい、あの泳いだりしながらでも自分はテレビに出るんだって。 持って青春期を過ごしてきたんだと思うと、こんな厄介な生き物はいないなって私は思うわけですよ。なんか入社して最初の3年4年ぐらいの時は、うん、いろんな会社の人たちとの食事会とか飲み会とかで自己紹介するときに、うん、サンドの飯よりタリーランプが好きです大吉ですとか言ってました。あ<ー>タリーランプってあの、それをもう逆手にとって自分はもう出たがりですっていうところでもう。 ちょっと自虐で笑いを取っちゃって、ね、そうですね。だっても出たがりが出てるじゃないですか。そうだね。自分でもうある程度こう客観的に最近見てるますけど、うん、出たいっていうのが出てるから、うん、男性アナウンサーによくありがちな、はい、自分はスポーツ実況をしたいくて入りましたって。はいはいはい。嘘だよねあれ。いや <laughs> ちょっと待って。い <laughs> や <laughs>、あのーあのねー、そんなことはないですよ。もちろんそれもあるとは思うんだけど。うん まず映ってなんもじゃないの,思うのう最初アナウンサーっていうのを目指した,目指した時に映、はい、ってプラス、うん、その魔術的なそのこうさすごく技術的にも高いさ、うん、実況とか言葉の,のさ 操ったりすることい本当にスポーツ実況がやりたくて、うん、スポーツに関心があって、うんえー、そういうアナウンサーいっぱいいます、うん、いっぱいいるけどまあじゃあ自分のことに置き換えて言うと、うん、確かに採用試験の時に野球の実況がやりたいとかいろいろ言ってたんです、うん、それは何でかというと男子アナが「ああもうこれ本当に何か業界の人聞いててほしくないな」<laughs> 男子アナが採用試験すする上でで、うん、スポーツやりたいですって言うと「うん 次のステップ行きやすいんですよ。<ー>全曲スポーツ実況のアナウンサーは必要だから。うん、で、最近は情報番組出たいとか、うん、海外取材行きたいとかいう子が100人いたら99人そんなことばっかり言うから、うん、スポーツ実況をしっかり勉強してやりたいですって言うと、うん、あ、こいつスポーツ志があるんだ。うん、なんなら野球やってたんだとかなると次のステップ行きやすい。っていうのを僕は なんとなくいろんな人からの話で学生時代に聞いてたから、うん、スポーツ実況ができるしっかり実況ができる情景描写ができるアナウンサーになりたいですって言ってたけど、うん、最初はオリンピックの中継です、ね、あー言ってましたねそんなことねオリンピックカワルドカップでっていつしか日本で再びオリンピックが開催された暁には、うん、金メダルを取った選手の前でマイクを握ってるのは僕だりたいとか言ってたんだけどだ、ね、全部嘘ですね僕の場合はね、うん、あ僕の場合はですよね僕の場合はでも言ってたんで、そうう言ってました 僕の場合はそれも毎日放送に入ったからにはもう「VV やりたい」っていうところでした。でも,でもテレビに映る人を採用するために募集をしてんのにさ、うん、動機としてテレビに映りたいですって言いにくい職場ってすごい不思議じゃん。うん、本当はみんな喉から手が出るすご映りたいんですけどね。うん、すごく健全な職場だなと思って <laughs> でもその中ですごくこう。 健全さをアピールしながらやってるアナウンサーっていうのはある意味すごい私は尊敬をしてるんですよ。へえ、そういう意味で、うん、アナウンサーという生き物にき物ね、そうご興味があると。うん。だうちのおじなんかはもう今年八十八十一ぐらいになるのかしら。えー、で、もう昭和の四十年代ぐらいから出てるのかしらね。らあの人はやっぱりテレビに映ることが仕事だって言ってて。うん 別になんかその報道をやりたいとか何かをやりたいじゃなくて、うん、あの人は単純に長嶋さんに会いたいから日テレに入っただけなのね<ー>立教にも入ったんだけど立教では会えなかったから長嶋さんの実況をしたいっていうのもあったのかもしれないけど、うん、でもやっぱり基本的にあの人はテレビに映ることだけを考えてるから、うん、で映った時に1秒でも長く映れるように泣く 1>, <laughs> 1秒でも長く映るために寝る。<laughs> 涙は自然に出てるんでしょうあれはこんな24時間も俺はテレビに出れるのかって言って70の時にマラソン走ったんだよ <laughs> 家族に無断で <laughs> いやでももうそこまではっきりしてたらかっこいいですよねテレビに出たいという意思志,志がだからその辺のこの下品さみたいなのを今出せないっていうのはある種アナウンサーの人たちはちょっと窮屈ではあるよねしかもテレビに出る出しろがどんどん減ってるじゃんアナウンサーってはい メイン貼るのはもうアナウンサーでなくなったから昔でもテレビで一番偉そうにしてていいのって、うん、司会 MC イコールアナウンサーだったからさ、はい、もそういうのが全部タレントだったりとか特に東京はそうですね,そうだよねなかなか曲アナでメイン貼るなんていうことは安住さん以外であんのかなっていうかねそうだね、うん、関西はまだ夕方の情報番組ニュース番組曲アナメインっていう文化まだありますけど、うん、まあこれも今後どんどん変わっていくのかもしれない。 だからね、1969年のレコード大賞私大好きでよく見るんだけど、はい、ちょうどその TBS がカラー放送を始めた時で、まあ、カラーテレビを持ってる人はカラーでも見れますよっていう最初のレコ隊なので,で NHK より先に確かやってるのよで高橋慶三さんっていうもともと NHK の人だよね高橋慶三さんってねが、えー、と不利になって司会をやってるんですよレコード大賞の。はい こう客席にいるさ素人さんのとこ行ってさ、ええ、さあさあ君は今年は誰が対象だと思うあもっとほらこのカ,メラにカメラちゃんと見てテレビに映してもらいなさいわいわすごいでしょう今じゃ絶対ありえない発言はい、はい僕ちゃんとカメラを見てねはいテレビにせっかくだから映してもらいなさい <laughs> 君対象は誰だと思う、はい、っていうインタビューをするへえ時代だな でもそれがある種そのテレビに出るってことにふんぞり返ってる人の健全な姿ではあるわけじゃん <laughs> <laughs> ふんぞり返ってるわけだからもうめちゃくちゃ偉そうなわけよだからそこでまあ,ある種まあ,あの時代の人たちっていうのはテレビに対してすごくこうさ距離とかあとはこう夢みたいなものをさ抱けるわけじゃんうわすごいなテレビの人たちはっていうテレビに出てるスターはやっぱさすがねみたいなさ そういういのがこう、ね、最近はねこう段差というかこう境目がなくなってきてるからそ、まあ、それはそれはでいいのかもしれませんけども、うん、もう最近の子供とか若い人って街頭インタビューとかしててカメラ向けられても緊張しないですからねもう物心ついたときからスマホで動画を撮られるとか、うん、そういうことに慣れてるから、ね、だからたまにすごく田舎の方とか行ったときに、うん、子供にインタビューをしたときに中高生がすごく緊張したり、うんうん、なんかこう顔が真っ赤になったり。 言いたいことがまとまらなくてちょちょまったりすると、うん、すごくこうなんか嬉しくなりますあまだ緊張してくれてるテレビカメラの前でみたいなピースとかしてくれる嬉しい、ね <laughs> ね、大阪結構いますけどね,ね後ろ歩いて,てピースしてくる人ねカメラ向けられてやっぱピースしないと <laughs> <laughs> スマホとかはまたあれだけどさ家庭用8ミリビデオが出てうち、ん、にそれが初めて来た時もさなんか撮るぞって言ったけどピースしかできないんだよ子供ってうん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  でもそれそれそこななんだろううと思うのね僕、自分が高校の時に毎日放送でやってた「父ンプイプイという番組が、うん、うちの高校のあるスポーツで大変優秀な成績を収めたこのインタビューに来たんですよ。うん、その時必死に何回も後ろを通ってピースをしまくりましたけどね。あ<ー>うわー、プイプイやー、プイいイやー言いながら。やからね、そう、ね、やからちょっと髪とか染めてバカな高校生だったんですけど、それがテレビデビュー 事実実上の実際そうですね<ー>まさかそこの局に入ると思ってないから<ー>、うん、そんな縁もありましたけどそれ以外にこうアナウンサーになる前にこうテレビに何か映って喋ったりしたことないテレビはないですだけど、うん、神戸の JR 三宮駅のすぐ目の前に、うん、ミント神戸っていう商業施設があるんですね、うん、まあ飲食店が入ってたり映画館が入ってたり、うん、そこで僕ずっとバイトをしてたんですよ、うん、オイスターバーってあの柿屋で。 大学生の時おしゃれその時に関西ウォーカーだったか神戸ウォーカーだったか雑誌が行ったそのミント神戸っていうのが新しい商業施設だったからミスターコンテストミスコンテストみたいなのがあったんですよその初代ミスターミント神戸私ですああちょっと小耳に挟んだことありますがいやいうそうこんなこんな情報ーミスターミント神戸なんですよ僕初代のこ,こからミントって取ったっていうこと そうなんですよ。その説あるんですよ。トって番組がやってた。そうそう。その終わっちゃった番組。やめてよ。まだその傷が癒えてないんだから。まだ癒えてないの ?2 年走り続けて終わったけど、まだ傷は癒えてないんですよ。大体今のテレビってね、2年度終わんのよ、みんな。大体2年ぐらいでね、すぐに値を上げるね。そう考えたら、またいつか自分に何かのサイクルでチャンスが回ってくるかなと思っとけばいいのかな。 ポジティブにまあでも2年で終わると思ってるやめてください,い,いみんな頑張ってますから5年10年とやっていこうっていう気持ちでいやだ5年10年やんなきゃさ、うん、結果なんか分かんないと思わない特にそんな帯番組なんて定着するまでね視聴習慣たるからね、うん、や見てさもうねこの調子で喋ってたら、ね、番組が終わるこのまま終わるの この番組はね、だからもう、リスナーの皆さんも今分かったと思うんですけど、ミッツマングローブさんって、本当にこの放送とか、エンタメ、カルチャーみたいな見方がプロフェッショナルで、全然プロフェッショナルで、ただの、へたの横好きですよ。独特の見解を持ってらっしゃるから、うんうん、1975年4月生まれで,でしょ、松光マングローブさん、現在47歳、うん、で85年、8月なんですよ、私、今3 7歳85年の8月 ?85 年です。 同い年の芸能人は江成ず樹さん後藤真希さんウエンツ誠ジさん後藤真希世代かはいと同い年なんですねなのでそのいろんなものにそれぞれが目覚めた時代をその背景とともに振り返りながら、うん、昭和平成に文化を改めてフィーチャーしようという、うんうん、その文化を振り返ろうという至極、はい、のラジオプログラムでございます <laughs> こんなの聞いてたら楽しいかな大丈夫かな楽しい,いそういうのです 昔ののこと話す好きだよねねみんな聞いたりすのもね僕で言ったらもう90年代好きでしょみんな昔の音楽だってもう中森明菜で2時間話せるでしょまあそうねあとだからユーミンとか吉田拓郎さんが60年代70年代のニューミュージックシーンとかをずっととつとつと語ってるのとか全然出てくる「固有名詞」とか分かんないけどずっと聞いてるもんそういう話を今日はちょっといろいろ引き出したいなと思ってまして 85年生まれ85年といえばね85年はレコード大賞誰だか知ってる85年のレコード大賞分からない誰ですかアキナちゃんですよ中森アキナさん八十85年で初受賞ですミヤモーレですあタンタラ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 ンタタラン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 タタランタランタランタタランタランタタラン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 タタタランタタタランタタランタタランタタタランタタランタタタランタタタランタタタタランタタタタランタタタタタタタランタタ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 ンタタタタタン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  <laughs> まあでもカーニバルキスすごいあるじゃあなああの,あのラテンのノリが大好きですあるよね、はい、南米中米大好きですなんかもう午前1時過ぎのあなたのあのノリはちょっと疲れたわ飲んでた時ですか飲んでた時あなんか僕もあの時あんまり覚えてないけど、うん、なんかワーって喋ってていつも優しいすごい,ないつも優しいミッツさんがなんかお祝いかなんかを飲みながら「<laughs> もううるさい!」って怒られたのだけ覚えてる<ー> <laughs> 言った言った。うん。そうだね。他にね。あのまた別の曲の若いアナウンサーのことがいたんだよね。ああ、そうだ。そうだそう、うん、で、彼らがこう。必死に。私が、はい、あの仕事はどうなの？とか聞くとはい、はい、一生懸命話すじゃない。ええ、全部全部横取りしていくんなよ。この人が <laughs> そうでした。うん、僕は彼らのその話をね。広げてね。 こんなのもあるようちょっともうちょっともう12分離させてから引き取りなさいよと思って引き取るのが早すぎるわと思ってうわ出てますねまだその出たがりうるさいっつったうるさいって言われたのだけ覚えてますねあれあれなんでってなったけどねだから15年はそうあきなちゃんそうそこのここのこれを言ってくださいこの平成元年何歳の時には台本に書いてたじゃこれをそうじゃあちょっといろいろね今日はね 平成昭和で振り返りながら、はいえー、トークを繰り広げていこうってことでま,、えー、まずはですね私ミッツが平成元年14歳の頃に目覚めてしまったのがこちらです。ララ<俺>ラジジジオオオ番組だから平成元年のラジオ 世代としてはやっぱりラジオ黄金の時代じゃないですか、うん、私別にラジオに目覚めたことはないわいやそうなの <laughs> そんな言ってもう,<え>うん。私はテレビっ子ですよあそうなのうちのスタッフが三つはのそんな昔の人じゃないよいろいろ調べた結果多分ラジオに関してはまず熱く語ってくれるだろうということでラジオは逆に最近ですねあそうなんです、ねうん、それこそそのネットとか、うん ラジコとかそういうものが普及してからいろんなものが聴けるようになったし、うん、自分のタイミングで、はい、それで聴くようにはなったけどラ、うん、ラジジオオにに目覚めるってほど没頭したことはないない僕の世代だと今37歳ですけど、うん、中学生小学校から中学校にかけてかな聴、うん、いてた聞いてました MBS、うん、ヤングタウン<ー>当時で言うと藤原さんあの吉本の。うん 芸人コンビの藤原さんとか善次、うん、郎さんとかうん、うん、シャランキューツンクさんとか、うん、そういう世代がラジオで夜若者に向けて,に対して,てれは長寿番組でしょずっとやってる番んでしょう今もやすよ。今<も>でその時に善次郎さんがやってる「男塾」っていうコーナーがあって、うん、ちょっとエッチな話をするんですよ、うんうんで。それが小中学生にとってはもう超刺激的で、うん、布団の中に隠れながら「えっ何そういう世界があるの、うん、えっ 何男女はそういういいことにななるの、うん、何みたいなのあ、まあ、でもそういうものはなんかラジオで覚えるっていうのは、うん、まあ一つあったよね。下根では全部ラジオで覚えましたね、うん、そうだね私もだから深夜放送とかあとは自分が好きなアーティストとかアイドルとかが、はい、まあ番組を持ってるじゃない。だからそれをめがけて本当にその頃はもう横のこういうダイヤルでねル、はいはい、合わせて。 ーって言いいながら聞くとか<ー>そかそううのは確にやりまし銀色のアンテナ立ててはいはいはい、うん、誰のラジオ聞いてたんですかそのアーティストのラジオってなさいね LF 子なんでね <laughs> LF 子 ?LF っていうのは日本放送ああ日本放送日本放送で、まあ、当時のアイドルだと工藤静香さんとか<ー>中山美穂さんとか南野陽子さんとか浅香唯衣さんとかあの辺が日曜の夜にドゥッと毎週 立てて続けに番組があって、はい、でそれで日曜日は1時に終わっちゃうな、うん、確かな放送がねだそ,そこの部分とかあとはユーミンの「オールナイトニッポン」<ー>毎週土曜日やってたのとかあとは FM とかだと、まあ、東京 FM で山下達郎さんの今もやってる「サンデーソングブック」かつては「サターデーソングブック」とか、うん、だからやっぱりアーティスト、うん、その音楽なんです、ね、音楽とすごいやっぱりラジオは私は そうだなあとはそう私が高校生の頃っていうのは伊集院さんですよ伊院さん、うん、それも日本放送だけどで TBS は岸谷五郎さんのレディオクラブでそっからスーパーギャングに流れるかまた日本放送に戻ってオールナイト聞くかっていう,うんそういう時代だね90年代はねでも平成元年でしょ平成元年って私そもそも1989年14歳は14歳日本にいないんですよ イギリスにいたんですよ。私、ロンドン育ちだから。そうだ。Hey, you. ミッツさん、ロンドン育ちなの ?Yes, I do. だから、その人の前でさ、英語喋しゃべったりさ、僕も m b s いやいや、だってあなたはオージーでしょ。だから、イギリスとオーストラリアだから、そもそも話してる英語の基盤となるものはよく似てるんですけどね。全然私はオージーの英語は分かんないですけどね。があすごいよ、カーリー・ミノーグの英語とか聞いてると。カーリー・ミノーグ。うん。私も、ちゃんとアウマイヘッド。 あ、そっちですか。僕がオーストラリアにいた時も。なんなんなん、なん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 。そうそう、なんなんなんですね。それですね。あれで帰りはそう、大復活を遂げたんですけど。あの人のデビュー曲、まあ、実質デビュー曲かな。I should be so lucky、ラッキラッキラッキっていうのが私は生まれて初めて自分で買った。レコード CD ですね。あれが千九百八十八年だったから、まあ、当時イギリスに私は住んでいて、親の転勤でね。で、そう。 カイリーとかねジェイソン・ドノバンとかねあの辺のオーストラリアのアイドルが UK でもすごい人気があってああそうなんですね、うん、カーリー・ミノグはだから私は全然知らなくって、うん、16でオーストラリアに留学行った時に本当に全てのラジオで毎回そのさっきの歌がかかってたんですよ、うん、でずっと最初マドンナだと思ってたんですよ失礼な <laughs> 違うと、うん、この人はかなりキャリアがある、うんえー、ベテランの歌手で、うん、改めて今この曲がヒットしてんだよっていうのを知ってちょっと調べたら そそれこそ80年代とか、うん、あ90年代とかいいっぱい人飛ばしてる方なんですよ、ね、そう80年代の後半にもそのオーストラリアで今でもやってる朝の連続ドラマ「うん、ネイバーズ」っていうのがあるんですけど、はい、そのネイバーズに、まあ、時代時代にこうヒロイン役がいつもあって、うん、で80年代の後半にカエリーがヒロイン役で出ててでそこからアイドル歌手でデビューしてブワーッと大ヒット飛ばして、うん、まあだから。 マド確かにあ<ー>だかマドンナっていう,もう絶対的な存在があって、うん、そこに行けるの行けないのみたいな感じの存在ではあったんだけど、うん、そこから若干少し低迷した後のまた2000年のシドニーオリンピックの閉会式でドラッグクイーンをぶわっと従えて自分もすごいそのドラッグクイーンのような衣装を着て<ー>そこでアバの「ダンシング・クイーン」を歌うっていうすごい。 すごい感動的なシーンがあってそこからまたドーンとメインのシーンに復活を遂げたんですよすごいですねミッツさん、うん、カーリー・ミローグの話するなんてさ全くここで何の打ち合わせもしてないのにその情報量というか引き出しというか、うん、私は今日は何も流れというものを別に <laughs> 自分の中に持たずに今喋ってるんでほんとポップカルチャーのいいですよ全然あの3回に分けても4回に分けてもえ <laughs> <laughs> まあだから三つさんは平成元年っていうのは、えー、とまさに、うん、中学生でしたけど、うん、えとロンドンにあるロンドン日本人学校というところで、まあ、日本の教育を受けつつもずっと海外に住んでいたので、はい、日本のテレビやラジオというものはもちろんネットもない時代ですからそっか全く触れることはできなかったんですね。うん、で、まあ、唯一触れるものって言ったらじいちゃんばあちゃんが日本で、はい、あの取りなめてくれてた歌番組のビデオテープが。 まあ二三月に一回届くわけですよ。よ<ー>それをもう擦り切れるぐらい何回も何回もみ見,見たっていう。はあ、かだから。私がイギリスにいた八十七年から九十、千九百九十年までの。日本の方楽とか日本の歌番組に私はめちゃくちゃ詳しいんです。いや、そうだから。イギリスにいらっしゃったはずなのに。うん 東京のテレビ番組とかでそのイントロクイズとかしてたら、うん、めちゃくちゃ詳しいから、うん、どうやってその時の音楽をしてたのかなって不思議だなって思ってたんですよ。それしか見るものがなかったから、うん、もう何十回って見たからうん、うん、あの曲であの週にあの衣装で出たとかあの時に徹子さんとこういう話をしたとかいうのもなんとなくいまだに覚えてるね。でプラス今日ね、はい、ここに当時の新聞の<う>ラテランってもんがあるんですよ。 ラジオテレビのね、うん、番組表があるじゃない新聞に。はい、でまあ私は当時そのイギリスに住んでた時に、えー、朝日新聞の国際衛戦版っていうのがあって、はい、それだけは唯一ほぼ日本と同じ時間タイミングで届いてたんですよ。ええ、で、えー、とその首都圏のテレビのラテンっていうものがそこにも付いててこれを見るのが私の 楽しみだったんですこのラテランを見て今日本で何が流行っていて何が起きていてどういうタレントが何に出ていてとかどんな曲が流行っていてとかっていうのをずっとこのラテランを学校から帰ってくると2時間ぐらいこうずっと見ながら読み取るわけですよその日本のトレンドってものをだからそのオンエアは見られないんだけれどもれ、うん、ラテランだけ見ながらどんなものが放送されてんのかう、うん、あとその下の方に,に出てるあの雑誌のね、うん こう広告ってあるじゃん、はい、週刊女性とか、はい、そういうのの見出しとかを見て「はいはあ今この人がこんな感じでバッシングされてんだ」とか <laughs> <laughs> そういうのもそういう芸能ゴシップ的なものもねここで見てるわけですけど、うん、今この手元にあるのが1989年8月17日木曜日のラテ欄があるんですけど、はい、なんか気になるのあるおえめちゃくちゃ気になるのは「うん、カンテレ」の午後3時。うん やすしまたトラブル <laughs> 私もこれ気になったその横読売テレビの午後3時「うんうん、やすしまた暴行」<laughs> 時代横山やすしさんですねでお昼のワイドショーも「やすしまたトラブル」っていういやーなんかがやっぱ探してますねんか横山やすしさんがなんゃくちかしでかしたんでよね。うね、ん いやちょうどこの頃ですよね<方>あの「もう俺は漫才やらん」って言って泣きながら会見したのがああそうなんですか、うん、89年でもだって僕まだ4歳だから何も分かってないわ、うん、一回これで確かやすしさん吉本解雇されるんですよああそうなんですか、うん、この時はそうやすしさんとあと息子さんの木村一さんも結構いろいろトラブルが出したから、えー、まあ割とワイドショーをはにぎわったあれだねでも 4時ですよだとかね、うん、あと「教師ビンビン物語」とか「俺たちひょうきん族」とかその僕ら世代でも聞いたことがある毎日放送の夕方4時だこれはあ本当だダウンタウンさんこれはそうだよもう東京の人はい、絶対見られなかったものでねダウンタウンさんハイヒールさん非常階段さんお健けん太裕太さんとかね、うん、伝説の番組で、ね、ああこういうのちょっと興奮する見てたらこれをあの終わった <で>うん、ダウンタウンの2人は本格的に東京に進出って言って出てくるわけでしょ89年っていうのはもう今バブル真っただ中でまさにダウンタウンとか「うっちゃんナンチャン」がバ度タイドル的な人気で全国区になってた時期でもあるから、はい、さらに夜の方行くと関西テレビ、はい、夜の9時トンネルズの皆さんのおかげですうわーこれほらもうやってるんだこの時から初登場「モ蜂太郎侍」 <laughs> おもちゃんんがお侍さんになるっていう回ですよ <laughs> 名作ですこれ <laughs> でもミッツさんもだってここのオンエアは見られてないわけですもんね見てないですけど皆さんのおかげですとあと歌番組は誰かしらクラスのやつが親戚から送ってもらってそれを回しへ<ー>回し見っていうのをねし<ー>てたから見てたなであで「ノリック」 ノリック超魔術ってこれはミスターマリックの真似を木梨さんがやったんですよ。ああ、そう。それでノリックなんだ。そうそう。ミスターマリックさんもあのもう出まくってる時代ですよね。もうだって僕悩んで悩んで結局わけわからなくなってましたもん。なんで亀が飛ぶのとかね。あ、ミスターマリックさんでしょ。あとトランプマンですよ。トランプマンはなるほどザワールド。なるほどザワールドのトランプマン。いや。あと引田天功さんとかね。引田天功、プリンセス天功はもうちょっと。もうちょっとですか。この時代じゃないですよ。うん。 あの人はアメリカから逆輸入だったあ僕、引き立て天功さんのもうすごい大好きな発言があの脱出系のイリュージョンをしたんだけれども、うん、失敗しちゃって病院に運ばれて、うんうん、血液をもう全部入れ替えるような手術を行ったと<ー>そしたら血液型が変わって性格が変わっちゃったのっていうのがすごい好きでそんなかでしたよねアメリカの契約があるんで私はもうあと20年噛み切れないんですとかね。<laughs> <laughs> 新潟の方の別荘に直径4メートルの高橋がにかってるんですってね <laughs> 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 そんなばっかりですよね面白いですね,ねテレビですねでこの「トンネルズ」の皆さんのおかげですの裏番組、はい、毎日 MBS は、まあ、TBS ですね「THEBEST10、はい」ザ「t e b 1 0で,でこのザ「THEBEST10」は1989年の9月いっぱいで終わるんです、はい、あだからもう終わる直前なんだもう終わる直前なのであと6週って書いてあるじゃんあ本当だあと6週 うん、ウインクに忍び寄る,忍び寄る世紀末の影 <laughs> ここでまずウインクは今週ランクインしてるんだっていうのがわかるじゃない<ー>で「正期末突然正期末か」っていうでこれはランクインじゃなくてスポットライトだろうなっていうスポットライトっていうのはベスト10に入ってないけどもうすぐベスト10に入りますよって言って出てくる枠があるのでこれで「あっ正期末はスポットライトで出るんだ」 もうペ<で>ン握りながらさ喋 <laughs> り出したらもうなんか古文書読み解いてる専門家みたいにそうなのよでこの週はねちょっと若干違うんだけど、はい、この週は、えー、と出演者チェッカーズ男組田中美那子少年隊坂上かおりって書いてあるんですけど、はい、結構ねこの並ぶ順番でランキングが分かる。はいあー まあったそうすると「あこの人上位に来たんだ」とかっていうのを遠いイギリスで「うん、あ今週秋菜ちゃん1位になったなこれは」とか、はい、っていうのを読み取るはあそれやってたんだ見てたイギリスでそうでももうねトンネルズの皆さんのおかげですにもう視聴率で全然勝てず、うん、で89年っていうのはもうアイドルブームがちょっと去ってバンドブームに。 バンドとかあとニューミュージックっていうのは基本テレビに出ないっていうのがやっぱりその当時のポリシーだったからどんどん出演者が毎週少なくなっちゃってそれでもうやむを得ず最終回っていうそういうもう本当にまさに時代の。 転換期なんですこのの年というのはじゃあすごい大切な時期のラテなんだ<う>これテレビ黄金期でありながらも一つのお化け番組が終わって幕を閉じるというね、うん、でそこからもう歌番組っていうものがどんどん衰退していって、うん、もうバラエティーがここから全盛になっていくっていうそれこそダウンタウンもここから東京全国進出してくるっていう時じゃない、はい、でまさにあのあの昭和から平成に変わった平成元年でもあるわけだしへえ <laughs> だね。面白いですだミツさんのその青春時代っていうのかな、うん、あの多感な時期の音楽番組っていうと、えー、だから「ザ・ベストテン夜のヒットスタ,スタジオ」あとは日テレ系でトップ10ミュージックステーションとかもうともったいやいやもうありましたよ僕らの世代は「ミュージックステーション」と「プラスアルファ夜も,夜,夜も引っ張れ」なんですよ日テレの夜10時かでも「夜も引っ張れ」っていうのはまあ純粋な歌番組とはちょっと違ったけどうん ランキンキグを覚えるにはいい番組だったよねあれかじりついて見てましたね、うん、だから安室ちゃんが違う人の歌歌うとか、うんうん、ヘビーローテーションで出てたのがあのサーカスさん、うん、渡辺真知子さん、はい、マリーンさんマルシアさん、うん、このあそうですね、うん、うもう彼女たちの歌になっちゃうからこの人たちがヒット曲歌うと。 角田博さんとかね角田寛さんそうだからで尾崎京彦さんが必ずミスチルを歌うっていうマイクを話して <laughs> <laughs> いつの日もこの胸に流れてるメロディーってやる,てるマイクめっちゃ離れたそれでヒデちゃんを喜びみたいな懐かしい、ね、懐かしい安室奈美恵さんがもう売れすぎちゃって夜も引っ張れ出なくなった後はもう知念凛さんが引き継いでとかねスピードがスピードが夜も引っ張れるから そうですよね名前がまだ決まってない時から出たんですよ。あれ確かスピードか沖縄チェッキチェキ娘かなんかその名前のどっちかでスピードになったとかいう話もあったりとかねそうか引っ張れ世代か引っ張れめっちゃ見てましたま見てた見てたあれはねいろいろネタにもなったのよあと歌の解釈ってのがやっぱ違ったからああこの曲どうやって歌うんだろうなっていうさ、はい、例えば安室ちゃんが普通に「キャニセレブイ」って,言って歌ってるのを、はい「歌ってるのを 自分もカラオケで歌いたいんだけど、なんかしっくりこないなと思って引っ張りを見ると<れ>渡辺真雅子さんがキャニューセレブって歌ってるわけだ。<laughs> あ、この解釈だったら自分も歌えるかもとか、<laughs> そういう感じで。<laughs> あなるほどね、うん。あれは確かに。まあプロのカラオケですもんね、あれは、ね、そうだね。結構あの加納姉妹さんがすごくあのいろんなワイドショーとかで取り上げられてた時の引っ張りで美嘉、うん、さんが なんかあミカさんでしかのミカさん出たんですよ。かの<ー>ミカさんが初めて出たときにプッチモニを歌ったんですね。それ結構じわーっときましたね。まる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 それをミカさんがとんでもない格好で <laughs> なんかその後ろに確かなんかフォルダーサイボとかを引き連れてたと思うんですけど <laughs> なんか歌っててあーなんかわーってじわーってきたのすごく覚えてますね。そうねでも作り込んだよね。やっぱれはねそうだね。まあじゃあちょっと時代を進めましょうか。はい。うん。 こん,なこんな進行でいいのかよくわかんないけどいいよねっていうか私ごめん返し何も聞こえてないけどだいさっきからなんか文句とか言われてないよね大丈夫だよねはいか大丈夫です僕も何も聞こえてない次,次ゲアとか,かじゃあミッツさん次は次はえー、っとどれだっけ3ページ 2>, ?2 ページの下の方 2> 2ページの下 <laughs> こんなやり取りある <laughs> いいじゃない深夜っぽくて続いて私ミッツが「 これ決めしたっけ平成平成元年また平成元年14歳の頃に目覚めちゃったのがこちらですあ a マガジーン雑誌 雑誌ですねマガジーンそれはこれだけラテランで、うん、ね母国へ思いを馳せていた三津さんだからそれは雑誌もいろいろな思い出があるんじゃないですか雑誌なんてもう贅沢品でしたよ海外にいる頃はあの頃っていうのはリアルタイムでだからその新聞以外は見れないかったから、はい、でも学校の近くに日本人書店っていうのがあってええ そこに2か月3か月遅れぐらいで月刊名星とか週刊少年ジャンプとかいろいろ店頭に並ぶわけですようやっぱそういうのも届いてたんですねでイギリスまでねただ値段が大体5倍ぐらいするんですよ、はい、5倍ってどれぐらい週刊少年ジャンプがね10ポンドだから当時の2300円ぐらいで、ね、うわ高っで月刊名星は20ポンドしたの覚えてる20ポンドはまあ大体5000円っていう換算で一つの雑誌が一つの雑誌を 日本で多分5600円で買えるものがなんか今のインフレのような世界ですね、うん、で立ち読みもできなくてねしっかり紐で縛って <laughs> <laughs> それを学校の友達と割り勘で買うわけですよでそれをまた回し読みするとか<ー>そういう感じだからまあそれも穴が開くぐらい読みました当時の月刊名著とかあと中1コースとか中2コースみたいな学研から出てるちょっと学習寄りなんだけど アイドルネタも多い月刊誌があったのね。はい。それとかもよく読んでたな。月刊明星うじお寺だからそれミツさんが読んでた時はどういう人たちを？月刊明星っていうのはもう表紙飾るのは、うん、まあ中山美穂、工藤静香、はい。それこそ南陽子、光源氏少年隊、男組、その辺ですよ。もう本当ザアイドルの人たちだ。うん、まああとデビュー前のスマップ。デビュー前のスマップ。うん、だから光元治の後で。ジャニーズジュニア時代のスマップ。踊ってる時の。うん へーそういう時代なんだジャニーズ多めだからね明星は今もどうかわかんないけどだからスマップなんかももうデビュー前から、うん、いっぱい水着の <laughs> 水着の写真とかあるじゃん常にアイドルってどっか海って脱ぐじゃんだ昔のそのジャニーズのタレントの皆さんってその雑誌載ってるのって本当にこうセクシーショット多いですよね、はい、あの明星はもう私にとって悪いけどおかずでしたからいやおかずってやめて。 ていうの夜のおもていうの別にマイルドになってないしないの夜の音もいいのムラムラしながら見てたフォローになたいないこれも14歳思春期はい確かに、ね、正通直後や,やめてもう,もうはっきり言ってるじゃないですか <laughs> 3時だからそれですよだからもう明星なんて穴が開くところじゃないですよね <laughs> 14歳ってねふやけて向こうが見えるふやけてってやめてくださいなんか生々しいんで。 ああすごい覚えてるあの頃のアイドル誰が乳首が黒かったとか誰が好きだったんですか当時一番その <laughs> まあまあちくかーくんですよか<あ>ーくんっていうのはもうセックスシンボルです私にとってカー君、はい、かーくんはえっ諸星かずみさんは<ー>、まあ当時1718歳ぐらいだよね、うんうん、まあ脱ぎっぷりも良くてかっこいいですもんねかっこよかったし、うん ジャニーズには珍しく肉好きが良かったんです筋肉質だったんですが胸筋とかもあってまあ憧れましたねやんちゃでねやんちゃでやんちゃが顔に出てますもんね少年隊やったら東山さんだったんだけど東山さんっていうと今っぽいけど東くんだよね当時はでもミッツさんはこのテレビの世界に入るようになってその カー君とか会うことはも,もうだからお礼参りですよ今 <laughs> だからもうかー君に会えば本当に当時は本当にお世話になりました,ってました今年去年ぐらいかな吉田作さんにお会いした時も本当にに、うん、いろいろとお世話になりましたって吉田作さんも結構脱ぎっぷり良かったんでージ,ンジーンズで上半身裸みたいなのよかったんでねはい、はい、でそんなんばっかりやっぱ脱ぎっぷりがね、うん、だって 嵐がデビューした時の、うん、あれ多分「ミュージックステーション」だと思うんですけど伝説のねの透,明の透明のシースルーのだからあれは逆にでも光源氏なんかはパンツ一丁で出てたんですよすパンツ一丁にローラスケートっていうあすごいですねあ裸に靴下よりもなんかエロい,です、ね、ロいじゃないでそれで踊ってたから、うん、割とその裸には免疫はついてたんだけど嵐の時は確かにそこに 一枚フィルターをかぶせるっていうのがすごくよりねよりこう変質的なものを感じたあれ好きだったなあの衣装は <laughs> なるほどね雑誌はそうやって見れたんだ雑誌はそうやって見てた, <laughs> て見てた確かにそうね大ヨさんはどんなの見てたの <laughs> 僕はメンズエッグをめちゃくちゃ見てた人なんですよああもうギャルオギャルオだったなギャルオだったっていうかギャルオというものがかっこいいと思っていたしちょっと待ってえー、っと 85年生までってことは、はい、えと95年で10歳で、うん、2000年で15歳かミレニアムとか言われてた年の時ですねじゃあ2000年から2005年にそうかこの15歳から二十歳っていうこの高穴な時期を過ごしたわけどねそうですそうですそうすると2000年っていうのはもうにコギャルブームとかが落ち着いて、うん、でもそうですね男の子がこう言って髪伸ばして<う>日焼けしてた時代襟足伸ばして前髪伸ばして、うん、でなんかその ちょっと白いメッシュとかを入れたりだとか<ー>男がエクステとかをちょいちょいつけ始めたりだとか<ー>で顔焼いてでなんかもう人殺せるのかいっていうぐらい尖った靴履いて<ー>でっかいバックルのベルトをつけて<ー>ボロボロのジーンズを履いてみたいなで香水つけまくってそれがかっこいいっていうそのそれが東京でいうと渋谷にそういう子たちがいっぱいいたそうですだから渋谷が憧れです渋谷なんてなんかもうニューヨークみたいな存在で。<laughs> と神戸の妻からしたらね神戸の妻区っていうところに住んでたんですけど <laughs> だその渋谷の,そのギャルを、うん、ギャルたちの文化を田舎まで届けてくれるのが「エッグっていうギャル雑誌でありその男性バージョンの「メンズエッグっていうのが出て、えー、でその「メンズエッグの中にはちょいちょいエッチな連載とかもいろいろあるんですよ。どういううい連載ががの文章んんとね写真そのだからミッツさんが、うん 月間明星を見ながら、うん、性の対象として見ながらしてた行為があるでしょ、うん、こんなやり方もいっぱいありますよみたいな連載とかねこんなものを使ってできますよ<ー>みたいな <laughs> こんな話していいんかな <laughs> その性の白書的な感じだねハウツーみたいなねハウツーですよハウツーだねそれをちょっと面白おかしく連載してたりとかしてて10代の男の子たちはそんなのもメンエコを買を一つの動機にはなってましたね なるほどねその時のカリスマのギャル男っていうのは誰なのこの時代はピロムさんとか <laughs> ピロムピロムピロムさんってカリスマがいましたね、えー、あとねその時はねブリテリっていうギャルの女の子がいてあのブリの照り焼きみたいに顔が黒いからブリテリって言われてホン<ー>山のガングロギャル山ブリテリとかピロムさんとか多分僕の世代の人はああ懐かしいって言ってくれると思うんですけど増若翼とか小森ンっていうのはこの系譜じゃないの いやこのジャンルですよ。この延長、だからジョイさんとかもこの延長なてますよ。でもちょっと後なんだ。ちょっと後僕が、だから僕が多分ジョイさんとかだと年が多分近いんじゃないかな。中学生ぐらいの時に見てたから、もうちょっとお兄ちゃん。その第一世代がいるんだ第一世代ョとかブリテリーっていうの、何してんだろうね、うん、今ね。何してんだろう5年ぐらいって、ドラッグクイーンでもちょっといたな。ガングロドラッグクイーンって。ああ、そうなんですね。うん パラパラ踊ってたパパララですパラパラですパラパラがもう,もう一番かっこいいと思ってる世代だからあもう出てこないな歌がでもなんかナイトオンファイアとかいうのもうみんなでしてる時ですはい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 ユーロビートだねえ、ピロム出てきたもしかして。ピロムみたい誰あピロムさんそうそうそう渋谷と呼ばれた男れピロムと呼ばれた男あでも今も健康的なあの褐色の肌じゃない <laughs> カリスマ読者モデルですよあっ毒もねそう毒もの 毒物ほんと先駆けですよねえー、その当時の写真はないんですか今この<祖>この頃からこんなツーブロックじゃないでしょ元祖ギャル王って言って天がも握ってる <laughs> あそうなんだ <laughs> あ<ー>その世代そ,それがかっこいいと思ってたからのがあるなやっぱ10年違うとねあ違いますか,か私2000年にドラグクイーンでもうプロでデビューしてるんですよでそっからもう新宿の文化なんだけど確かにクラブとかで営業するんではい たまにそのギャルとかギャル男が集まるトランスのパーティーとかでも踊ってたから,からもしかしたら出会ってるのかもしれないですけどだから昔の写真昔のその元祖ギャル男ってこういうそのシャツバーッと開けてネックレスつけてロン毛でみたいなあでもうわ懐かしい<わ>私むしろその後ろの女の子みたいな格好してたわ女装の時にあうもう,もう胸なんがほぼ水着みたいになってで、うん、パレを巻いてあっ パレオパレオ巻いて、はい、で白いロングブーツだけ履いて、はい、もう踊ってた懐かしいパレオめっちゃ懐かしいモーニング娘。が全員パレオでなんか歌番組出た時があって可愛、うん、すぎてもうめっちゃ焼き付いてますもん、そのシーンが<あ>パレオってあれでしょうなんかあのなんかタヒチとかの人が着てるような感じの本当もう腰巻きだけのパレオってあるのよで上はもう水着みたいな上はもう本当にビキニの胸もないのに着てさ <laughs> <laughs> よくあんな格好してたなと思うがそ,それで歌舞伎町うろうろしてたんだからね <laughs> 目立ったでしょうねいや目立つためにやってたんだもんそりゃでもいい時代ですよね私はスポーツ実況したいわけじゃないし <laughs> <laughs> 目立ちたいからやってたんですよ夜の街でだから雑誌って言ったら僕はまあそういう,うギャルをギャルに憧れてた時ですね、えー、あとでもこうロードショーとかもあるよあの洋画のロードショー <laughs> えはい、スクリーン映画雑誌ねそれもすごい見てたうんやっぱアメリカというものとか英語圏っていうものに憧れを持っていたので、うん、そのロードショーとかスクリーンとか要はハリウッドの映画事情を伝えてくれる雑誌っていうのを見るのがすごく好きでブラッド・ピットが誰とパーティーに現れたとか<ー>うんアンジェリーナ・ジョリーがどうだとかあとセレブって言葉ができたぐらいだもんねうん2 0 0 0年にってね その写真切り抜いて部屋に貼ったりとかロードショーっていうこのハリウッドの人たちが表紙を飾ってる雑誌を部屋に置いどくことがかっこいいみたいななるほどねあっという間だったもうミツさん、うん、いつの間にやらって感じですよあこれはもうエンディングテーマなのね私たちが歌う私たち星屑スキャットが歌うええ竹内まりやさんのカバー <A> 駅がかかってます、ね、素敵じゃないですか素敵だよこれ、うん、聞いて買ってわかりましたもう c り出てるから あの星屑スキャットさんの,その活動に関しても、ちょっといろいろお知らせなんかも、もしああれば、はい、まあ、年末、いろいろショーとかで書き入れ時なんで、はい、書き入れ時、はい、<laughs> 歌って稼いで、はい、で来年に備えて、また来年ツアーとかで大阪とかにも来ると思うので、うん、まあ春ぐらいかな、待っててください。大阪も,て来てあもちろん、ぜひ足を運ばせていただきます、はい、大阪もミツさん、実は結構ねちょこちょこいらっしゃってますよね。うん そうなんですよ、うん、なのでまた来年コンサートとかあると思うので、まあ、とりあえずこの駅とあと明菜ちゃんの「タトゥー」をカバーしたシングルが出たばっかりなんで、はい、それをお楽しみくださいという感じかなこれだから本当はミッツさんが振り返るテレビ、うん、ラジオでしょ雑誌でしょ、うん、でもう一つ最近の YouTube っていうのもテーマとして掲げてたんですけど<ー>盛り上がっちゃってもうあっという間に時間が来ちゃったから、ね、ぜひ第2回第3回と。そううだね、うん、これは、うん ちょっともうちょっと刻んでやらないと、うん、やっぱり引き出しに入ってる情報量が多いからラテランいいですね着目とかとそう僕ちらちら見てたらさっき「世界ウルルン滞在記」とかも出てきて「<ー>僕は世界ウルルン滞在記」でいろんな螺族の島に行く山本太郎に憧れてあ<ー>あの「世界からいろんなロケとかしたい」とかってこの曲入ってきたんでなんかそれもさっき見ててあなんか懐かしいなとか思って。 ペニサックだけするやつねコテ,カ <laughs> コテカっていう,て言うんですよインドネシアの,その、ね、ダニ族っていう部族が作ってるコテカっていうねあそういうそういうのが憧れだったわけね、うん、なんだか、あのーうん、ポップカルチャーを振り返ろうっていう話なんだけれども下ネタが結構多かったですね、うん、今夜ねそうかしら <laughs> 全然もっと深夜放送ってどきついことをストレートに もっとよかったのかなもっと言ってよかったのかなじゃあ次回もうちょっともうちょっとアクセル踏み込んでやってみましょうかお聞きの皆さんも感想などありました感想感想なんていいよ感想とか送らないでありましたらまあただ今後の参考にしたいという思いもありますので今後があるのやりましょうよ2回3回とこの3時4時というね独特の時間帯ででもうん私にとってもちょっと初めての時間帯だったで新鮮でしたよ r m b s 1、r、1 7ッ c o m r.mbs1179.com まで感想や今後のリクエストなどありましたら送ってください、まあ、今回メディア関連中心にありましたけれどもね、はい、次回社会風俗とか流行とか第2回もしあればぜひミツさんご一緒させていただきたいと思います、うんはい、ということで<ひ>今夜のスペシャルパーソナリティは、はい、ミツマングローブさんと大吉恩平でしたどうもありがとうございましたおやすみなさい おやすみなさいおはようございます